ストックマンはフィンランドの百貨店。ストックマンのヘルシンキの本店。北欧最大のデパートである、リューベック出身のドイツ商人、ゲオルク・フランツ・ストックマンが1862年に創業した。1902年に会社化され、株主はストックマン自身と彼の息子カールとフランツだった。1930年、現在の場所に開店ドア。 そうだ、ファウンテン、エスカレーターを備えた本店が建設された。同年、書店赤テーミネンキルヤカウッパを買収。フィンランド初のテレビ放送は、1950年に本店から放送された。1950年代に、タンペレ支店開店。1982年、トゥルク支店開店。1989年開店のモスクワ支店は、1998年に、 拡大して再オープンしている。2003年にはリガ子店を開店。ストックマンは百貨店部門、通信販売部門、セッパラの3つに分かれている。ストックマンオート部門では自動車販売を行ってきたが EU の指示により2006年に他の販売会社に3分割して売却された。現在、フィンランドのみならず、ロシア、エストニア、ラトビア、 リトアニアに支店を展開している。本体である百貨店部門は7つの本支店と3つの書店、ザラ7店、ストックマンビューティーストアを展開している。ストックマン本店はヘルシンキ中心部にあり、北欧諸国の中で最も大きな店舗である。ありがとうございます。